事故があったのは旭川市神楽の市道と道道が交わる交差点です。午前10時30分ごろ、交差点で信号待ちをしていた軽トラックに後ろから来た乗用車が追突しました。さらに追突された軽トラックも前方で信号待ちしていた軽乗用車にぶつかり、合わせて3台が絡む事故となりました。警察によりますと、この事故で追突した乗用車を運転していた50代の女性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、搬送途中に意識が回復し、腹部の痛みを訴えているということです。軽トラックと軽乗用車の運転手に怪我はありませんでした。警察は事故の原因を調べています。